なく地獄月の雨あられであります。足を取って、さあそしてジャイアント木村との連携を見せる。やっと巨体を浴びせました。リチャードの両の足、ジャイアント木村の170キロの体重のしかかってきました。そして6番エルボー、ブッチャー実績とともに18番に座ります。6番です。ジャイアント木村お返しとばかりその巨体をリチャードの足の上プレスしてまいります。あ、そして今度はブッチャー150キロの巨体です。足を取りました。青コーナーに引き寄せます。ここでキマラにタッチを見せるか。あ、これはキマラ青コーナーのトップに登る。さあ見事な空中バランスから飛んでくるか。キマラ、おお飛んだ、ボディープレス、思わず顔面がマットにめり込みました。ジャイアントキマラです。そしてレッグブリーカーに入ります。このジャイアントキマラ1964年2月19日ボツワナ共和国出身を自称しております。これが本当でありますと30歳。しかしその背後バックグラウンドは不明。初来日は90年の秋、ブッチャーと二人三脚でこの全日本プロレスマット活躍しております。例えて言うならばブッチャーがこのキマラを操ってレスリングを展開するという形。さあそれにしてもトム・プリチャードちょっと捕まった形になりました。早いタッチワークです。ブッチャー・キマラ肉塊コンビ。さあ褐色のブッチャー、ロープの反動を利用して毒針エルボーです。左足太もも、そしてそのまま太ももを強力な握力で握っていきます。アブドーラザブッチャー、盛んに赤コーナーからはジミー・デルレイが観客に拍手を求めます。この拍手に応じることができるかトム・プリチャード。ロンリーバトルと化しています。一方的に攻められたローキック膝の裏です。ブッチャーとのコンビ、キマラとブッチャー、ひたすらキック、ひたすらキックであります。あっとジミー・デルレーたまらず、あっと18番の迎撃が待っていました。地獄突きです。片エビ固めリングの上、ジャイアントキマラプリチャードを捉えました。ミニテリーゴディを思わせますソバージュのかかったジミー・デルレイ、いやプレチャード、その視線の先にはジミー・デルレイが待っていますが赤コーナーまでは距離があります。ジミー・デルレイ入ってまいりました。正面からのキックです。トラスキック、もう一発、ちょっと捕まりすぎか。このピンチを脱することができません。ヘブンリーボディーストム・プリチャード、顔面かきむしりに出るか。30分の一本勝負、スーパーパワーシリーズ最終戦、ブッチャー・キマラ対ヘブンリーボディースの試合です。トム・プリチャード捕まっています。逆水平ジャイアント・キマラ、プリチャードをロープに振るか、ブッチャーとの連携か。ニュートラルコーナーから対角線に振ってまずプレス、そしてブッチャーがおーとキマラとのコンビネーション、弾かれるようにキマラの巨体がプリチャードに覆いかぶさっていきました。カウントは2です。なんとかカウント2つで返しましたトム・プリチャード。このシリーズ2回目の対決、ヘブンリーボディスとブッチャーキマラ組 DDT で返しますプリチャード。さあジミー・デルレイ赤コーナーでタッチしたい。デルレイが出てまいりました。ブッチャーにまず一つ突っかけておいてからジミー・デルレイどうするか。ストッピング、もう一発、三発です、四発まとめて打ち込んでからニュートラルコーナーのトップに登って、あーっとムーンサルトプレスはかわされました。巨体に似合わず身軽なジャイアントキマラ、そして自らがボディープレス、そしてブッチャーにタッチ。黒い呪術師アブドーラザブッチャー、デルレイを起こしておいてまずはボディースラム、バックステップしてプリチャードはキマラがカット、そして毒針のエルボーです。
あ、これは危ない、決まりそうか。カウントはカウントスリー。最後はアブドーラザ・ミッチャー、その切れ味全く衰えはありません。毒針エルボー。